鳴り物入り、ロボ広告業、衰退産業をまっしぐら、神丼通信社でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もう早いもので、初めてこちらに寄せていただいてから、その時が昭和58年の1984年でございました。それからね、もうずっと今までお世話になっている次第でございます、はい、今年で第44回という大須大道町人祭りでございますが、はい、我々がお世話になったのは第7回でございます。すごい、第7回から毎年出させてもらってます。第7回から出てる人はもうほとんどいないわけでございまして、もう最高さんになりましたよ、はい、やっぱり長生きはするもんでございます。第7回当時、昭和58年、1984年当時をちょっと想起する、思い出すようないろんな曲を演奏しようという今回の趣向でございまして、どうぞよろしくお願いいたします。まあ我々の方はね、もう昭和58年の頃、まだまだ先輩方が陽気おりました。元気に活躍されておりました、はい、名古屋の方もね、はい、大昔は番宣車、よろずの宣伝をする番宣車というね、大きなところがありまして、そこがなくなった後もその一党の方、いろいろ残党の方ですね、もうちょっといきなりバンドーケンジさんと役者上がり、バンドーケンジさんも六歩を踏んで素晴らしかったし、それから河川さんと花の仙人とかけまして河川さん、その人もね、我々がやってる時大須によくご覧になって、もうだいぶ高齢の方でございました。大阪の方では我々ね、いろんな先輩がいっぱいいるんですけど、一番印象に残っておりますのが、桜井秀夫さんという、桜井秀夫さん、通称抹茶屋でね、みんなに親しまれております。大町さんという名前や、知りませんか。佐賀県の方にね、 JR で、佐世保線かなんか特に大町という駅があるんだ、それで名字も大町さん、その近所の、そうなんですよ。あの本名はね、誰も言わなかった、言わなかった過去に差しありがたもので、全て通称で通した人でございますけど、桜井秀夫さん、大阪に芸人横丁、芸人村というのが三王町というところにございます。天王寺のすぐ近くでございます。毎日宣伝社という名前、もう大変なね名前ですよ、毎日宣伝社。桜井さんの会社を毎日宣伝社で名付けたはず。毎日新聞と何も関係ないんですけど、毎日新聞と関係ないよ、毎日仕事があるように、ああ毎日仕事分かりやすい、ね、願いを込めて、あの名古屋の方には ご存じないと思いますけど、はい、天王寺に四大病院というのがあって、はい、それがね、一大病院ができる前ね、改装する前、崖がありまして、崖の中腹に双葉荘というねアパートがありました。双葉荘の7号室でしたから、桜井さんお住まいで4畳半一間でございます。そこでね、立派にやっておりました。平日は商店街の仕事、お肉屋さんの開店、いろいろあるんですけど、日曜祭日はピタッと仕事が当時なかったです。今から40年も前でございます。そんな時どうするかと言いましたら、この大須大道町人祭りじゃないけども、その4畳半一間のところで一生懸命化粧をして、カツラをかぶって、ね、旅人のまた旅の格好になって、で着物を着てですね、尻からげをして、カッパからげて三度傘、いつもやったらそれで太鼓を担いで、で出かけるんです。その時はね、大きな大きなラジカセと言いましてね、若い人にはわからないテープを、音楽をかける機械でございます。ラジカセを担いで、ラジカセを抱えて天王寺公園というところに、天王寺公園に何しに行くか言ったら、そのラジカセをポンと置いて、ポンでこうスイッチをポンと入れる、そしたらね、いろんな音楽、また旅物の音楽が流れる、それに合わせて踊りを踊って、踊られる、そしたら天王寺公園にね、もう本当に一般庶民の方、あんたもやけどね、はいはい、可処分所得の低い方々、そういう方々がね、気持ちが優しいから、踊りを踊ってる桜井さんにお金を入れてくる、ポンとこうおひねりを入れてくれはるんや。そうなんで、それをね、お客さんで見てたあるおじさんがおりまして、こんなの踊りの先生、立ち回りの先生が自分で踊りを踊ってお金をお客さんにざるを回してたら、これはもう本当にみっともないから、なるほどね、私が代わりにね、集めてあげようということで、おじさんが
桜井さんの代わりに集めるよと、おひねりを、人でございますね。やって出てくれたわけや。でその桜井さんというのはね、はい、とにかく、我々お手伝いするときに人生峠というやつね、人生峠、誰も知らない村田秀夫さんの曲なんですけども、ちょっとやってみますよ、はい、人生峠。先の投げ銭集めやってる会場で一人おじさんがね、わしが集めてあげよう、先生に代わって私が集めてあげよう、うまいこと集まるんですよ。やっと俺にも助手ができたね。だからそのカッパから上て三度傘とか、あれをご覧と指さす方に軒下さんずん借り受けまして、いちいちいちお金が入るんですよ。あ、今日はこの女子もおるからうまいことお金が集められた。で後ろ向いて一生懸命このちょっと支度をね整えて、パッと見たらね、そのおじさんがいなくなってる。いな、どっかな思ったら遠くの方にね、あの走ザル抱えて走ってる。おいから待てー言っても、それがもう後の祭りになっております。目から火が出る悔しさ辛さ、人は帰ってこいよ、行きましょう。カウント。
昭和58年当時ね、帰ってこいよ松村和子さんがよく流行っておりました、はい、最初にねこの大須に呼んでいただいた時はもう今このありますけどねタイムスこんなこのぐらいで済むんですよ。出演者もね少なかった。その当時はパンフレットですか。そうそう、で仁王門通りがもう本当にね、シャッターが多かったから。そうですね、我々出演者はねまあ一応スケジュールあるんですけどシャッターの前では何をやってもいいということ。もう全然これに全く乗ってない人まで来てたんです。そうなんです。ふわっと現れて、そう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 。ほんで大須の町の人は非常に気心がいいもんですから誰が来てもねその前に座ってチャリンと入れてくれるというそういうことをやってるとどんどんこの発展していったわけでございますけど、見たかったですね。人間ポンプ、人間ポンプ電球を飲み込んで、お腹が光るんですよ。明かりを暗くお腹が光るんです。ほんまに電球飲む人もシャル回しももう何にも来ます。それから、桜井俊夫さんというバイオリン演歌でね、箱根の山は天下の景色、ものすごく大きな声でございました、はい、ね、私石田間に移ってまいりましたけどギリヤーク天崎さん、ギリヤーク天崎さん、もう大看板でしたよこのお祭り。あの方と同じ宿に泊まって朝まで語り明かしたこともありました。ありました、ギリヤーク天崎さんもよかった。本当にその話の内容を言ったら時間がなくなる、はい、一番言わなあかんのは向こうの仁王門通りのね、メガネ屋の大将、あの方が我々にいっぱいお金をくれたり、花魁、宿に花魁酒というのがありましたな。そこの前行ったらもう私はどん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 振る舞い酒いただいて、飲め飲め飲めでね、あの方今どこ行ったんでしょうね。お元気に、お元気に、はい、もう僕あの家に行ってると思って勝手に殺すなって本当にお世話になりました、はい、お次の曲でございます、はい、行きましょうか。夢芝居、梅沢富美男さん、お姉さん、
くあまりにもいいからちょっとね、はい、マイヤーさんと買いに来る。あ、そうですか。今から私が使うのを実演してもらうと思うんですけど、あんたモンドーといったら分かりますか？モンドー。モンドーでございますか？私得意なやつなんでございますよ。得意ってあんたちょっと見かけによらない古いこと知ってます ね。私が得意なモンドーと申しますと、鈴木モンドーに中村モンドー、ダイヤモンドにジェームスモンドー、あとマリリンモンドーもございますよ。マリリンモンドーって一人褒めていただきましたけど、あんたが言うモンドーとかそんなのトウコタイルとか、トウコタイル、そういうモンドでございます。この中でいろいろ色モンドとか何モンド、あるいは即席モンドというものをあなた一緒にやってみましょうか。即席モンド多分できると思います。例えばね、1枚でもせんべい、あ、なるほどね、それから2羽でも1羽でも鶏とか、なるほどね。それやったら1本でも人参とか、そういうやつでございますね。できそうですね。出させてもらいましょう。はい、お手紙を書くときにこういう四角いものに書きますね、はい、びっしり書いて、全部書いても半書きとはこれ以下に。全部書いても半書き、あ、それを言うなら朝に配達されても郵便というかごとしやな。なるほど、朝に配達されても郵便。そしたらね、着物のお話いたしましょう。着物でね、女性の着物、音もせんのに太鼓結びとはこれいかに。音もせんのに太鼓結び、それを言うなら何もせんのに風呂敷つづみというかごとしやな。なかなかやりますね、あんたも。そしたらね、男女の恋愛の話、ね、男女が付き合う、海で惚れても丘惚れとはこれいかに。海で惚れても丘惚れ、なるほど。それを言うなら丘におっても海の親ということしやな。なかなかあんたも賢いとこあります。私も負けんってありますよ。そしたらね、すき焼きや、すき焼き、おいしいおいしいすき焼き、牛肉を食うてもうまかったとはどういうこと。嫌いやと言うてもすき焼きというかごとしやな。なるほど、あんたもうまいこと言いますね。そしたら、すき焼きを食べた後ね、夫がつこうても爪楊枝とはこれいかに。あ、なるほど、夫がつこうても爪楊枝、それを言うなら妻が刺しても老夫制約ですな。製薬会社の前屋さんが行きました。そしたらね、1頭、2頭、3頭と1頭を乗せてごとごとと行くのが汽車でございます。ああ、なるほど、1、2、3、4、5と来た。なるほど、それを言うなら無一文になって吉屋に全部入れて、ハットとクーツも全部失ってしもて、とぼとぼと行くのが私でございます。あんたかいな、情けない人生やな。ちゃんと働いてお金貯めましょう。それじゃミキちゃんじゃない、ミナミちゃんね。最近私ミキちゃんという新しいね新人の女性に入れ上げておりまして。お次は、特別ゲスト青木美香子さんでございます。もうこの青木美香子、前回の時ご紹介したかどうか、一応 NHK のね、今朝のドラマで笠置シヅ子さんのやつやってますけど、ブギウギ、あれチンジャンがちょこっと出てますけど、今回私は出ずに私の弟子だったやつを出してます。で、出演料だけ私もらおうと思ってたら、それあかんかったわけでございますけど、でこの方は、カーネーションや、カーネーションっていうやつと、お茶やんっていう、何年か前カーネーションとお茶やんで出られて、特にねカーネーションじゃなくてお茶やんの方ではね、実際出て歌も歌いましたね。そうね、ちょっと E フラットでね、ワンコーラスよりちょっとアカペラ風にいきましょうか。うしゃかわいい別れのつらさ、せめて淡い
正寺のこの境内をお借りしまして、はい、後ろに祀られた織田信秀公、またその息子さんの織田信長というね、はい、偉い方がおりましたけど、その、本能寺の変の、ね、京都のお話でございますけど、やっていただきましょう。私らが横で邪魔するからね、邪魔に引っかからないようにお願いいたします。私たちは一生懸命ね、東八景を演奏いたします。それではお願いいたします。シクハラミキー。本日は本能寺の変の一節をお届けいたします。延正10年6月の1日夜9時頃、一同の人数を揃え、真っ先には水色に帰郷の門染め抜いたる大畑小畑師範変番と翻り、第一陣明智様の助光俊を大将とし、人数三千五百の道勢は本堂を経て桂の里へと繰り出し、行っては明智日向守光秀は二千四人を率いて本の里から山中へかかり、清滝川の流れを渡り、明智君増勢一万猶予は桂川西岸に集結。日は早二日早朝と相なった。光秀大恩情をあげ、ようよう一同の者、光秀が目指すは毛利におらず、敵は本能寺にあり、それへ撃て、それへかかれと。光秀の一万猶予の軍勢は証拠史上西の党員たこやくし本能寺に押し寄せた。織田信長公は何者が参りしか物見をいたせ、ははまさか光秀が裏切って大軍で押し寄せてきているとは誰も思わない。バタバタと走り出した乱丸、庭へひらりと飛び降りて小手を払って見てやれば、薄明かりの中松明が数百、その明かりにひらめいているのは水色に帰郷を門染め抜いたる大型、その中に逆さ傘の馬印。恐れながら卑怯の門、逆さ傘の馬印、明智日向殿の逆寄せと心得ます。あっ、あっ、何、光秀の逆寄せとな。やや上がっておられましたが、息の合いの穴にブルブルと身を震わされ、乱丸、この信長の運命、おはや草に迫った。三好松永の残党ならいざ知らず、日本一の軍事の
明智光秀の囲みにあっては、もうこれは抜かりはあるまい、所詮逃れるべき道もあるまい、もうこうなれば一矢報いて相果てるまでじゃ、笹に手配りをいたせ、赤心の信者に参りますと天地に響く大音が上げ、やあやあ石の穴者、おめざめ将来、おめざめ将来、光秀、逆賊光秀の逆寄せなるぞと。そんな中を明智光秀といえば、織田信長公に運河のごとく押し寄せたのでございました。本日申し上げたるは本能寺の変の一端の一節にて、このお続きはまたの機会に、お粗末ながらこれにて読み切りとさせていただきます。ありがとうございました。本能寺の一節でございました。ありがとうございます。真ん中開けといた。はい。それでは、お次はやはり昭和58年当時でございます。お曲何でした？シルエットロマンスでございます。大橋純子さんの曲でございまして、踊りますのがフミカでございます。よろしく。静かに始まります。Thank you.
方が毎回毎回本当に大きなお荷物で本当にありがとうございます、おかげでこれでまた次の踊りも踊れるということでありがとうございます、はい、ご人気いただいております。それで今日はね、特別出演の青木美香子さん歌い手さんでございまして、カラオケに行ったら青木美香子で検索したら出てくるんですよ、ねその方、それから、美希ちゃんじゃなくて美奈美ちゃんね、美奈美ちゃんがお客さんのお手伝いに行きましていろいろ質問に答えたりいたします。面白かったら流しに入れてくださいね。はい、それでは、お別れの曲ではございませんけども、はい、当時の曲でございます。もしもピアノが弾けたなら、西田敏彦さんの曲でございます。ミミカの方もまた後ろの方に回りますので、どうぞいろいろとお話ししてください。今回はね、ソプラノサックスって言ってお客様から見て一番私の隣に吹いております花田雅史さん、これうちのメンバーで18年ぶりに大須にやってまいりました。もう18年間大阪に監禁されておりまして、今回お世話になりありがとうございます。バンジョーを弾いておりますジャージーガールズさん、昨日の夜はなんとこの地元のコンセプシュアルバーというそこの2階の店に行ったそうでございます。2800円で1時間飲み放題で綺麗な女の子がいっぱいいたそうでございます。ジャージー川口さん、はい、クラリネットの方はこれもまたね、昭和58年からずっと来ております小林真之内さんです。今日あたりは大阪に残した家族へいろいろお土産を買わなかんので一緒に頭を回ますということでございます。さあ踊り海がでございました。ありがとうございました。それでは最後、恋人たちも濡れる街角、これも流行りました。これやりながらあちらの方へと消えてまいります。皆さんお世話になりました。ちんどん通信社でございました。
Thank you.